まあ相場は実は非常に難しいと思うのは、上下動を繰り返すと思うんですね。で、ここから円高になる要因というのは今のところありませんので、そちら側も限定的なんですけど、逆に円安方向も引っ張りづらいということなんで、こう等効果のない上げ下げを繰り返すというような展開になることが予想されますので、レンジをしっかり決めてやらないと、意外と大きく損をしてしまうというような相場展開にこれから入ってくると思います。皆さんおはようございます。今週もよろしくお願いします。昨日アメリカの CPI が発表になりまして、ほとんど実は予想通りだったんですけど、先月分の総合が前月比プラス 0.3 ということで、予想が 0.4 でしたから、若干弱かった。ただ年率にするとほとんど変わっていませんので、予想通りですので、本当に下の本当に微妙なところの 0.3 と 0.4 の違いということで、ほとんど予想通りだったと僕は思うんですけれども、それでもマーケットはドルが下がり、金利も下がり、そして株が上がるというような展開になりました。どうしてこういう反応をしてしまったかということなんですけども、ウェットウォッチツールを見るとわかるんですけど、最近は、早期の利下げをですね、織り込まなくなってきた。これまでは、利下げを早く織り込んでいくっていうので、逆に利下げがないとこう戻ってドルが強くなるっていう展開だったんですけど、最近は、ちょっとそれに懲りたのか、学習効果で、あまりその利下げを織り込まない状態で、今回の CPI を迎えたので、だからどっちかというと、ちょっと織り込まなすぎていたので、少し織り込みに行って、ということで、こういう反応をしたということだと思います。で、ここからなんですけれども、介入でやっぱり9兆円から10兆円ぐらいの円買いドル売りっていうのをマーケットにこう放出しましたので、市場の需給がこう歪んでる可能性があるんですよね。ですから、それまでは円売り一色でしたけれど、今は円割りの方に引っ張っていってもどこかに限界が来てしまう。要はもうポジションが目いっぱいになっちゃうということですね。それだけ結局9兆円か10兆円ぐらいの円売りがプラスされてるわけなので、ポジションとして。その影響が出るということで、この1週間ぐらいずっとこうやって円売りの方で、円安の方向に引っ張ったんですけど、引っ張りきれずに今崩れている。調整の売りが出ていると。売りというのは円買いですね、が起きているという状態になっているということだと思います。これは実は一昨年にも見られた現象で、一昨年も合計で9兆円ぐらい介入してるんですけど、結局その影響がしばらくを引きずりましたので、そういうことは今年も起きると思います。ですから、相場は実は非常に難しいと思うのは、上下動を繰り返すと思うんですね。で、ここから円高になる要因というのは今のところありませんので、そちら側も限定的なんですけど、逆に円安方向も引っ張りづらいということなんで、等効果のない上げ下げを繰り返すというような展開になることが予想されますので、ある意味本当にやりにくい相場です。ですから、レンジをしっかり決めてやらないと、意外と大きく損をしてしまうというような相場展開にこれから入ってくると思います。で、唯一メキシコペソ、これも変動幅大きいには大きいですけども、もう9が切れなくなり、そして今 9.2 がなかなか切れなくなりということで、円相場自体が全体的に非常に不安定な中、メキシコペソ円は比較的安定している。金利も取れますから、金額を絞って、これはロングをキープしておくっていうことが有効なんじゃないかと思いますけれども、他の通貨に関しては非常に不安定な動きになると思いますので、レンジをしっかり決めてやっていくということだと思います。あと、特徴的なユーロドルなんですけれども、ユーロドルもだんだん今、私 1.1 がマックス、1.9 台のどこまでが高値じゃないかと思っているんですが、その目標値ぐらいまで今上がってきているので、もう少しだけ上に伸びるかもしれませんけど、そのあたりで限界が来るんじゃないかなというふうに思っています。とにかく、不安定になるという前提で相場に臨んでいただきたいと思います。最後にお知らせとなります。ガイタメ .com では現在特別キャンペーンを実施しております。バナー広告がありますけども、特別キャンペーン専用のリンクを YouTube の概要欄に用意しています。そちらから口座開設をしていただいて、1万通貨以上の取引を行っていただければ7000円のキャッシュバック。また、取引量に応じて最大100万7000円のキャッシュバックのキャンペーンを実施しております。こちらキャンペーンにエントリーが必要となりますので、詳細はぜひリンク先よりご確認ください。